こんにちは、こんばんは、さくやです。なんか、来ましたね、深夜に。ということで、グランドラーセニーでいいのかな、読み方。なんか、窃盗罪みたいな、名前のイベントが来たんですが、そちらのね、イベントは今回は、やらず、アルファパックがね、来たということで、それちょっと引いていこうかな、と思います。まあ、これも溜まってますね、今、通常のアルファパックも。これもね、名声が膨張で10万いったら50パックになるんで、それも後々引こうと思います。さあ、これですね。お値段見ていきましょうか。高いな。お値段8370円ということで、約1万円。これ僕ね、ズンパス入ってて、このお値段なんで、多分入ってない人はもうちょいするのかな ?9000 いくらする感じかもしれません。買いましょう。投入。さあ、31パックあるんですけど、引いていこうと思います。行きましょう。さあ、なんかね、あれだね、スーツっぽい服、っていうか、ウォーデンの服っぽい感じですね。行きます。おー、金。あ、すげえ、なんかお金飛んでる。え?かっこよくない?エレガンスデザイン。なんか今回は、そう、この黒と金。これがね、なんか結構いろんな迷彩が出てるっぽくって、ショットガンしか今んとこ見たことないんだけど、結構出るんだな。MP5ST。まあ、エコあんま使えないけど。はい、次は、青。あんまり。まあ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 、いいでしょう。あんまり使う人いない気がするけど、僕は使っていきたいと思います。お、紫。いいね。いちいちなんかレジのチーンっていうのが、いい感じに音鳴ってる。おー、ワマイ。なんか結構なんか昔ながらの服装というか、ちょっとウエスタンチックな感じの迷彩なのかな。はい。あー、なんかほらね、なんかちょっとこう茶色っぽいっていうか、服装なんかもクラシカルな感じで、昔ながらの迷彩な感じがしていい感じですね。可愛らしい感じもある。さあ、何パック目だ。これが青。チャーム系もあるのかな。おー、すげえ、マーベリック青。なんか今まで結構灰色チックとか黒っぽい迷彩多かったんだけど、意外とこんなまぶっさおなやつってめったになかったイメージ。いいっすね。さあ、お次は紫。はい。カイド。まあカイドはね、なんかあんまり変わってないっていう感じだけど、ちょっとこの羽がね、チャームポイントになってるのかなと思います。さあ、お次はなんだ。なんか全キャラいるのかな?結構量あるね。おー、すごい !AUG! バランシングセクション。なんか、僕 AUG に関してはワマイしか使わないですけど、なんか英語くついてるんでちょっと違和感ありますね。IQ でめったに使わないんだよな。でもなんか結構木製チックというか雰囲気いいです。さあ、お次は紫。来い。おー、なるほど。これもまた AUG 続きということで、グリロの方ですね。まあ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 、これはね、結構グリッドロック使うときは愛用する銃なんで、これ結構嬉しい感じだな。そしても気がつけば8パック。すごいな。結構この1パック1パックが300円くらいの価格になってるから、相当ね、重みを感じる。あ、すげえ、オネストワーカーということで、次はマーベリックのヘッドギア。これもさっきのね、ユニフォームっぽい感じで、全体的にちょっと青っぽい、ちょっとポップな感じの迷彩になってるんじゃないかなと思います。さあ、10パック目いきましょう。なんか今んとここう服装というか、ヘッドギア、ユニフォーム系が多いですね。銃は今んとこそんなに、金色のやつが来てないな。そして、グリッドロック。いや、目立つなぁ、これ。ちょっと、結構目立ちますね。さあ、お次は?お、久々の金。いきます。おー、いいじゃん。ゴールデントライアンフ。これはアマル、ミラとかジャッカルとかで使えるということで、結構汎用性高いショットガンになってるんじゃないかなと思います。いいっすね。なんか最近ちょっとこう金押しというかね、若干黒と、そしてちょっとこう雰囲気キロ、金みたいな感じのちょっと豪華な感じの迷彩増えてきたな。さあ、お次は、紫。はい。おー、雰囲気変えてきましたね。フラッパーシックということで、アマルか。よーし、じゃあ次か。紫?あ、いい。これはあり。マエストロバリーやん。マエストロはね、なんか茶色っぽい迷彩多かったんで、普通にこういうちょっとね、落ち着いてる迷彩はだいぶ嬉しいですね。これはちょっと使っていきたい。そして、さらに紫。はい。おー、なるほど。これはかっこいいね。フローリッドエン
プレレレレショットガンね。鋼鉄チェックというか、まあ結構この手の迷彩は多いイメージあるんですけど、まあ今回僕ねパソコン版の方だとこの迷彩持ってなかったんで非常に嬉しいかなと思います。次行きましょう。さあ約折り返し地点っていう感じかな。紫。おっもうでね、しっかりね、インが評価入って活躍の場が増えるかと思いきや、一切活躍することなく、インがナーフされてまた職場を失ったウォーデンさん。まあ、ぐらいはね、出上げたいですね。さあ、もうちょいで、20パック目指してるということで、紫。はい。あー、なるほど。全く使わない。なんか、結構、武器のチョイス謎だな。いいじゃん、いいじゃん、これウォーデン、これだいぶいかついね。なんかいつもは結構紳士な雰囲気のあのヘッドギアなんだけど、この髪型だいぶいかつくなるな。この全部剃っちゃうやつで上だけ残すね髪型。これは一応ね、あ、ついちゃった。グラさんだけはまた連絡ってんだな。さあ紫。はい。あー、なるほど。アマルのショットガンという感じですかね。まあ、火花とかでも使えるけど、まあ、最近ちょっと使うことなくなっちゃったな。まあ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 。さあ、お次は、紫。はい。おー、かっけー！ミネラルウェルキン。まあ、マーベリックといえば M4 な感じがあるんですけど、結構こっちの、なんか AR50 に関しては、なんか迷彩に恵まれてる感じあるよね。鋼鉄な雰囲気、金が入ってたり、白が入ってたりということで、まあ非常に、高級感あるんじゃないかなと思います。まあ、結局 M4 使っちゃいそうなんですけど。そして20パック目、いきます。紫。ほい。おー、なるほど。マエストロのさっきのスーツっぽい姿の頭の方なんですけど、この手の帽子は結構目立つんでね、なんとも使いづらいんじゃないかなと思いますね。次行きましょう。さあ、お次は、紫。はい。おえー、かっけー、シルバースパイラル。なんだこれは。AK の、なんか、あれだね、ちょっと今までにない雰囲気ですけど、これはちょっとかっこいいんじゃないですか。なんか、AK そろそろ新武器とかで出てきそうだし。そして、また紫。なんだこれ、サプライズパフォーマンス。なんか、なんだこれ。あ、なんかギターの中に銃が入ってるみたいな演出なのか。面白いな。そして、紫。結構多いっすね、紫とか金が。あー、なるほど。カイロ、ちょっとなんか雰囲気がいつもと違うね。帽子に関してはさっきのやつ結構似てたけど、これに関してはちょっとチェックなシャツということで、結構ね、いつもよりかはラフな感じだけど、左の方のこのね、探検はいつでもつけてる。ね。さあ、24パック目。お次は、青。はい。おー、グリッドロック。これは使わない。これは使わないわ。そして、金。お、いいっすね。なんだ？おー、マーマイ。これ、目立つだろう、マーマイ。マーマイはね、素の迷彩がもうそもそもかなり目立たない感じだから、ちょっとこれは、どうかな。まあ。聖堂で買ってるわけじゃないからね。あくまでおしゃれっていう意味で買ってるんですけど。さあ、お次は。おー、エコー。雰囲気変わるね。結構、なんか今までにない感じの、あれですね、ヘッドギアですね。なんか、こんなのあったっけ、エコー。なんか忍者っぽいやつはあったけど、ここまでがっつりマスクして、みたいなやつなかった気がする。さあ、紫。はい。おー、ほう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 、ちょっと最近弱体化が入ってしまったショットガンですけど、迷彩は非常にクール。いい感じじゃないでしょうか。デクスタリティデラックス。はい。そして、28パック目ということで、あと少しですね。紫。ほい！あ、ヒューズ。なるほど。ベンジャースタント。かなり目立つ。目立つはないか。結構地味だな。なんか上を見ちゃったわ。ヒューズってこうしてみるとデフォルトスキン結構目立ってんだな。さあ、残すところ3パックくらいですが、お次は何でしょう。青。あ、チャームなんかあんのかな。お、火花。ビアーメントバイス。これもまたちょっと雰囲気違いますね。なんか、影っぽいというか、ちょっと落ち着いた色合いでいい感じじゃないでしょうか。そして、あと2パック。紫。はい。お、なんか、結構いいじゃん。
なんかね、あのゲーム新イベントの待機画面だと結構火花の顔はおおって感じだったんだけど、こうしてみると結構なんかね、意外と今までと違う感じで、この角度だったら意外と良さそう。さあラストパックでございます。いきましょう。何でしょうか。ゴー金。何、あーなるほど、フューズか。いやーこういう感じなのね。はい、じゃあちょっと見ていきましょう。はい、ということで今回のイベントはですね、まあかなりちょっとまあ昔ながらというか、まあクラシカルな感じの迷彩が多かったのかなと思います。まあなんかショットガンとか、あとまあエコーの迷彩が結構ゴージャスな感じで個人的にはいいかなと思いました。あとまあこのね AUG なんかに関しても結構僕使うんで、ちょっとここがポイント高かったなと思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。サキヤでした。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価ボタンをポチッと押してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。他にもおすすめ動画、最新動画が載ってると思うので、ぜひチェックしてってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。サクヤでした。